AI が予想した100年後の家、超小型化する家。物理的に最小限の空間しか使わないが、内部は広大な仮想現実空間で無限に拡張可能なポケットハウスになる。気候完全対応シールド。家全体が極端な気候に応じて瞬時に保護シールドを張り、砂嵐や台風、寒波などを完全に防ぐシステムが導入される。エネルギー供給フリーの家。家自体が宇宙からの微粒子エネルギーを直接吸収し、無限にエネルギーを供給できるシステムが装備され、エネルギー費はゼロになる。自然との共生。家自体が自然環境に溶け込むように、建材が時間とともに成長し、森や山と一体化する生物建築が登場する。空飛ぶ家族エリア。家全体が浮遊するエリアに設置され、空中での生活が日常になる。移動も自由自在で、住人は都市間を家ごと移動できる。空気から食材生成。家のキッチンが空気中の分子から食材を生成し、肉や野菜、果物を無限に供給できる自給自足型のキッチンが発明される。完全健康自動管理。家の中で暮らす住人の健康状態を常に監視し、自動的に診断、治療まで行う家が登場する。ゼロ距離通信住宅。家全体が超高速通信網と直結し、他の家との物理的な距離を感じさせない瞬間移動型の通信が可能になる。時間操作ハウス。特定の部屋で時間を一時的に早めたり遅めたりできる時間調整室が導入され、仕事や休息に最適化される。異次元への窓。家の窓が異次元とつながっており、他の惑星や別の現実世界を覗き見ることができる異次元窓が設置される。重力コントロールハウス。家全体で重力を調整でき、浮遊感やゼロ重力の中で生活することができるグラビティハウスが発明される。家そのものが移動手段。家自体が都市や国を越えて移動することができ、住人は旅行や移動をせずに家の中で暮らし続けられる。バーチャルリアリティ都市連携。バーチャルリアリティ都市に直接接続され、住人は家にいながら全ての都市機能を利用できる。意識データ保管ハウス。住人の意識や記憶を家のシステムにバックアップし、万が一の事故や病気でも復元可能な意識バックアップ機能が装備される。脳波操作家具。家具が住人の脳波を読み取り、自動で位置や形状を変える。ベッドや椅子が脳波の指示で瞬時に調整される。個別気象制御室。家の中で異なる気候を体験できる部屋があり、南国のビーチや雪山などをその場で再現できる。瞬時リフォーム。住人が望むと家全体が瞬時にリフォームされ、部屋のデザインや配置が一瞬で変わるシステムが普及する。自動感情調整室。住人の感情を検知して、照明、音楽、香り、空気を自動で調整し、最適な感情状態を保つ部屋が導入される。未来の教育システム。家に学習空間が自動生成され、住人は家にいながらにしてあらゆる知識を脳に直接インプットできる。空気浄化型植物壁。家の壁が植物で覆われており、空気を自動的に浄化し、住人に新鮮な酸素を供給するシステムが標準装備される。